滝沢うららです。21歳大阪出身の現役音大生です。大阪出身なので全然ずっと大阪弁を喋ってるんですけどすいません。これからも大阪弁バリバリ出していきます。よろしくお願いします。大阪弁で一言なんでやねんなんでやねんなんでやねん、はい、続いてあゆたん。はい、佐久間あゆみです。あゆたんって覚えてください。19歳です。私普段は女優としても活動しているのでその表現力を生かして富士スピードウェイを盛り上げていこうと思います。私今日が19歳最後のステージになるんですよ。はい、もう次の GT ではもう20歳になってしまいますので10代のあゆた見納めよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして最後は私です。まいまいこと高橋まいです。皆さん、私2年目になります。こうやってね、フレッシュな2人がね、いてちょっとお姉さん、私お姉さん、お姉さんかな、はい、私もね、フレッシュな気持ち忘れずに頑張りたいと思いますので、はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。さあ、いよいよ決勝ですよ、2人とも。始まりましたよ。皆さん楽しんでますか？どうですか？はい、楽しんでますか？楽しんでますか？楽しんでます。楽しんでるみたいですけど、はい、どうですかね、決勝の雰囲気とか。昨日は、うん、やっぱりなんか緊張してたんですよね、うん、ちょっとね、やっぱり初めてのことだらけで緊張でいっぱいだったんですけど、うん、なんか昨日とはまた違った雰囲気、皆さん決勝の雰囲気というか、そうだね、空気があってすごく素敵だなと思います、うん、一緒に応援したいなと思います。はい、あゆたんはどうかな。はい、私昨日ここステージ立ちましたよね、皆さんで、うん、なんかもうちょっと人が後ろの方とかももう少し少なかったんですけど、うん、やはりちょっと決勝ということがあって、うん、そうだね、はい、皆さんたくさん来ていただいてすごく盛り上がってるのがもう目に見えて、はい、もう、はい、すごくワクワクします。嬉しいね、こんなにたくさん集まってくれてね、はい、嬉しいです。今大会はスーパーフォーミュラー以外にもスーパーフォーミュラーライツ選手権、 TCR ジャパン、 N1 オーナーズカップなど楽しいレースが盛りだくさんです。そしてそんな時におすすめしたいのがじゃじゃん、こちら。はい、見せて、見えてる？見えてますか？大会公式プログラムです。皆さんもお持ちですか？はい、お持ちですか？どうですか？はい、私持ってます。